色を言ってほしいんじゃなくて、そうコメントだから、コメント何か似合うとこにあるんでしょ、他にあるでしょ、なんとかみたいな、大丈夫かあなた。さあ、まずジャガーさんが選ぶ MV ベストベストグラス、大使が選ぶベストグラスです。はい、ということで、うん、前のメガネも全然生きてない木下大使です。はい、実年齢51歳、お肌年齢20代、父の木下博一です。何回美魔女のジャガイモです。いや、それが一番おかしいでしょ。はい、ということで、うん、まあ、今回の企画なんですけど、まあ、ここを見てもらう限り、はい、まあ、これは全て親父のメガネでございます、うん、そうなんですね、はい、こんなのに金かけやがって、うん、全部つけな使わないくせに。いや、実はですね、僕の勤務先の鎌倉女子大学の学生さんからのね、リクエストで、はい、持っているメガネ全部かけてみた、これをやってください、面白いじゃないですか、リクエストありましたので。あんまり受けないと思うよ。ねえ、だからね、何でも否定的なのやめて、いつも早速ね、何でもディスるのやめて。ここで動画を変える、さあ行ってみたいと思います、うん、だいたい僕はですね、こういう白いメガネを好んでしてるんですよ、うん、なぜかというと、もう顔がものすごい地味なので、このせめてメガネぐらいはね、ちょっと目立つものを。なんかペローンとした顔してる、ペローン、やかましいほんまに、ほんまにペローンとしてる。さあご覧ください、こちらはですね、あのドツキのサングラスを含め、こちらに、33メガネがございます、これを一つ一つですね、ちょっとかけていって、まあ、感想をもらいたいと思います、それではこっちの端から順々にかけていきたいと思います。じゃん、横から見るとなんかこう超合金っぽいね、このメガネのフレームなんですよね。さあどうでしょうか。気持ち悪い。え、次、え、次、気持ち悪い、気持ち悪いかな。さあこれ大体ちょっと似てますかね、いつもしてるのに。どうでしょうか。何、感想ないのあんた。別に。え、大使どうですか。いやー、非常に悪いですね。悪いってどういうことだよ。なんかここなんか悪いとかいいとかじゃなくて、ウルトラセブンみたいな、ね、なんかこう感想だよ、感想。どうか。さあどうでしょうか。すごい似合わない。めちゃめちゃ似合わないね、これ。さあ、あ、でもこれでもちょっと馴染みあるね。これちょっと前やってたでしょ。うん、これはですね、ミヤネ屋に出るときはこのメガネをしております。あ、だから、だから見慣れてるんだな。あ、そうなのかな。いや、だから色を言ってほしいんじゃなくて、そう、コメントだから、コメント。なんか似合うとこ似合わないしかない。他にあるでしょ、なんとかみたいな。大丈夫かあなた。なんとかって、あれ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 、ちょっとその大丈夫っていうか、モザイクかな今。すると、ここの、なんつうの、ここサイドね、サイド、ここのデザインを見るようになっちゃう。白だと、全体が白っていうのしかわかんないから。お袋は初めてまともなコメントね。なに、なに、ちゃんと話した時聞けよ。聞いてるよ、なんかくどいか
ね、たまにコメントした時には黙って聞けよ。ちょっと終わり、ラスト3つなんですけど、ドツキのサングラスっていうかな、色付きのレンズが入ってるものになっていきます。さあ、これはですね、だいたい20年前ぐらいに韓国で作ったものです。かなり金だね、見てみこの金。いかがでしょうか。はい、成金じじい出ましたね。そう、成金じじい出ました。じゃん。あ、あれだ、カンナムスタイルなんか見たことあるよ、こんな人。車の中から出てきた人じゃん。なんか、アリみたいですよね、アリ。はい、意味がわかんない。アリの…アリ昆虫、昆虫、昆虫なんちゅうコメントやん、それ。どうですか、これでもかっこよくないですか。全然かっこいい。まあ、さすがやな。あれやね。まあ今全部やってみましたけども、元に戻してくれる。さて、まあ一番良かったのはどれかっていうのをね、まず素顔の目見してあげる。はいはい。おーっと来ましたね。別に変な顔でしょ。イケメンかと思いきや肌年齢結構いってるおっさんだ。、ね、違いますよ。お笑いじゃ違いますよ。ものすごいお肌きれい。そんなことはいいんだよ。さあ、まずジャガーさんが選ぶ、うん、MVP ベスト、あのね、ベストグラス。さあ行きます。ジャガーさんが選んだベストグラスです。じゃじゃん。どうでしょうか。大使が選ぶベストグラスです。じゃん。きた。うん、アリみたいじゃん。全部アリやん。だって見てこう。取らない。別にあなたのものじゃないんだよ。僕のなんだからさ、いいじゃないのよ。でも似合う。お、似合う。なんかローランドみたい。ホスト、ナンバーワンホストローランドさんみたい。だからね、メガネとかね、顔がやっぱり。顔がいい人は何やっても似合うんですよ。それでもいや、これはさすがに無理や。ちょっとね、これ言ってほしい。これいいよ。これ難しいと思うよ。これ散々僕ディスられましたけど。あ、あれ、まさかの。まさかの似合う。いやいや、あれだから。じゃあ誰、どれ以上あれ。あ、じゃあこれはね、絶対無理。これ絶対無理。いや、これ無理があるでしょ。これは無理だと思うよ。目が透き通っちゃダメだよ。ドキンガンになっちゃうから。なんかこういうサメ見たことあるよ。シュモクザメでしょ、こんな。なんか目をこれはおかしい。ちぎり目になっちゃうこれはおかしい。なんかこういうサメ見たことあるよ、ね。派手なのが似合うんだよ、私と。きっとそうしたしね。あ、ワンちゃん親父の一番最初が、あ、これ青いやつ、私が買ったやつ。顔でけえな。はい、出た。あー、なんか教育ババアみたいな。そう、教育ママって言う。あ、すいません。教育ババア。せやな、それはほんまに。こんなのどう、これすごくディスられてましたけど。全部ディスられて。超合金タイプ。顔でかい。教育ママ2。教育ママ2。だから目が見えないほうがいいんだよ。やっぱりサングラスとかに言われたもん。いや、もう、あー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 あ、壊れた。また壊した。あれあれこれ、あれ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 、またもう、しょうがないじゃない。やっぱりね、あの、思うんだけど、僕が描けるよりも2人が描けた方が盛り上がるんじゃねえかよ。だって顔がペロンとしてるんですよ。ということで、初めてのお父さん企画、木下博一企画でしたけど、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。いや、つまんないと思う。いや、なので教育ママ、早送り。まあ一番面白かったら教育ママ。教育ママグッチのサングラス壊す、ね、なんだっけな、ね、一番銀縁、銀縁はどれ。あ、シンプルな。こういう感じかな。もう教育ママ、絶対教育ママでしょ。はい、出た。教育ママする。顔が出がする。教育ママ。あ、これこういう週一の先生いない。教育ママ。いや、もう怖いわ。じゃこれで私が勉強してあげよう、教えてあげよう。あ、いいじゃん。あ、じゃあ、あの、教える企画だよ。ということで、またお願いしまーす。お願いします。バイバイ。あの、思うんですけど、え、あの、この企画やらなきゃよかった。